お疲れ様でございます。舞姫大学のちょっと特別講義でございます。あの、南海トラフの話題がね、また出てきました。まあ、折しもなんですけども、私が南海トラフについての動画を上げた翌日を待たずして、大きな地震が宮崎県沖にあり、そしてそこから関連して南海トラフの危険性が、ちょっとね、またクローズアップされてきたわけですけども、いや、私ね、思うんですけども、東日本大震災とかね、 阪神淡路大震災とか、そして首都直下型地震なり、南海トラフなり、私たちは何回も巨大な災害地震を経験して、これからそれが起きるよっていう風な警告もいただいてるんですよ。でも結局、これに対する防災対策ってほとんどの人がしてないんじゃないかなと思うんですよ。例えば、ペットボトルの水の備蓄はありますか災害に今日、 もしくは数時間後、2、3時間後に大きな地震があって、都市壊滅っていったときに、充電器や電池はありますかどうでしょうかね。保存食まではないにしても、今お話した水と電池の備蓄はもうすでに完了していてもいいと思うんですけども、多分ほとんどの方がしてないんじゃないかなと思います。これは備蓄用の水だよって言って、どっかに置いてますかね。うん、だから 災害ってのは避けがたいことですけども、それに対する備えってのはできるわけですよ。結局、そこがすごく大事なんじゃないかなと思います。ですので、これからもね、私もこういった動画を通じて、私はやってますよ、ということをね、お話したいと思います。そして、一番肝心な災害対策は、体力ですよ。体力ね。だって、場合によっては、 傷ついた家族とか周りの人を助けないといけないときに自分が助けられる立場だったらどうします人の足を引っ張って他の人をね生命の危険に陥れることになるんですよ。だから自力でなんとかできるそのぐらいの体力とか気力は普段から養っておいてもいいんじゃないかなと思います。ね、疲れやすい人、すぐ眠くなる人、集中力続かない人、災害時死にますよ。 それだけじゃなくて、大切な人の足を引っ張りますよ。そのことに思いを馳せて、今回は終わっていこうと思います。それでは。